天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座。今回はアナログ原稿をスキャナーで Clip Studio Paint のソフトに読み込む方法と、その後の線画抽出の解説までしたいと思います。まず、スキャナーに原稿をセットして、繋いでおきます。Clip Studio Paint のファイルから新規でキャンバスをまず作ります。A4 サイズ、解像度は350で縦長の状態でキャンバスを作るんですけれども、キャンバスの縦長、横長、この向きは左側にあるアイコンをクリックすると切り替えられるので、必要に応じて書いてください。これで OK を押します。データを読み込みたいと思います。ファイルから読み込み、スキャンをクリックするとスキャナーが立ち上がります。原稿設定と出力設定をまずするんですけれども、原稿設定は反射原稿かフィルムかみたいな2択なので、原稿で取り込み装置も原稿台で自動露出は写真か書類向きの2択だと思うので写真向きを選んで、出力タイプは24ビットカラーの解像度350で、今ちょっと選択できないんですけど、出力サイズを等倍の状態で読み込んであげるといいのかなと思います。プレビューボタンをクリックするとスキャンされるので、スキャンされるまでちょっと待ちます。スキャンされました。取り込み枠を作ります。左上からだいたいドラッグしてあげると取り込み枠が表示されるので、この状態で範囲が決まったらスキャンボタンを押せば Clip Studio Paint に読み込むことができます。これで読み込まれました。レイヤーパレットを見てみると、このような画像アイコンがついたレイヤーが生成されています。この状態だとちょっと使いづらいので、右クリックをしてラスタライズします。Alt を押しながらドラッグしてレイヤーを複製しておきます。で、元のレイヤーは非表示にしておきます。次にコントラストを強くして作業しやすい状態にするので、編集から色調補正、レベル補正を選んで、右と左のこの矢印をちょっと中央に寄せて、コントラストを強めにして OK を押します。この白と黒を分けます。編集から輝度を透明度に変換。このワンクリックで白い部分が透明化されるので、とても便利な機能なんですね。輝度を透明度に変換。覚えておいてください。必ず使う時がやってきます。キャンバスの向きを変えます。編集から、キャンバスを回転、反転、で時計回り90度回転を選んであげると、このように作業しやすくなります。アナログでイラストなどを描いたら、スキャナーでこのような手順で読み込んでお絵かきしてみてください。ご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり、自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。